はい、一度さんやります。ここもそんなに難しくないです。声かけと火です。いや、割と難しいんじゃないか。そうかな。うん。声かけミスったら多分。じゃあ、まず1個目作る。はい。中途半端に。撤去お願いね。手出すと、はい。僕はあの次の準備しとくから、うん、エビ肉にエビエビ上でやります。はい、下は麺入れるよ。じゃあはい、火だ。はい、よいしょ。で皿回収して、チンゲン最初にやるか。左にチンゲン菜入れるよ。はい、提供お願いします。はい、エビエビ提供、肉まだか。じゃあきっとヒードです。はい、おいしょ。肉ういひうい、野菜と麺入れちゃう。はい、した。エビ入れます。はい、提供提供お願いします。ういうい、皿洗いだ。火だ、火が移動だ。よいしょ、エビ人気だな。そうだね、エビブームかな。なんとなくでも皿洗いとあれで分けてる感じだよね。うん、僕全然皿洗わんもん。うん、まあ、だから余計に手出すときは声かけが大事かもね。左にチンゲン菜入れる。はい、ヒードです。はい、このコの字の移動が大変。よいしょ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 。あのまあチンゲン菜を多めに切っとくだよね。うん、投げちゃった。提供お願いします。うい、チンゲン菜はもう何でも使えるんでね。うん、右も提供お願いします。はい、ちょっと皿洗ってるからチンゲン菜切ってるから。はい。肉切っといた方がいいか。そうですね、提供お願いします。はい、聞こえてるよ。こっち逆だ、こっちが先。ちょエビ提供移動です。こっち麺入れるね。はい、チンゲン菜も入れるね。はい、違う、これ、肉肉がさ、これが限界かな。よし、うわ、ここで移動か。いけるいける。よいしょ、できた。よいしょ、提供。あとこれがいけるかどうかだね。いけるいける、頑張れ。無駄に押さない。頑張れ頑張れ頑張れ、やだはい、声かけしながらやっていくといけると思います。ひです。以上です。バイバイ。